プロジェクトアンノウンデシグネーションやろうな。どんなの？友達とのキャンプに遅れていったら不思議なことが起こるホラーや。この開発にとって初ジャンルのプロトタイプゲームで完全版は未定って書いてあるけど大丈夫か？無料だったから大丈夫や。何が大丈夫かわからないけどやっていくね。遅れた。友達は数日前から山小屋で私の到着を心待ちにしてる。小屋に到達するために道をたどろう。暗すぎるんだが。ライトないんか？ WASD が移動で E がチェック、 L がライトみたいだ。ライトだからか。まあつくならええわ。 F がいいな。道をたどれって話だけど道が見えないんだが。山はそんなもんや。明るくしとくぞ。道が見えたね。進む。たまに点滅するみたい。電池切れかけないか。橋発見。橋の先は道に見えんけど合ってるか。獣道ってやつだよ。いや普通に道あったな。いや見えない壁で進めないから道だけど道じゃない。水陸両用人間。人間はそういうもんやろ。また橋ある。木の幹のまま渡れるし橋いらんやろ。いや橋でもないなこれ。看板があったよ。やっと正解の道がわかったな。友達待たせちゃってるって話だし急ごうね。せやな。一緒に行かなかったのはなんでだろう。外せない用事でもあったのかな。遅れてても参加するのは仲の良さを感じるわ。翌朝まで待ってから合流しろとも思うけどな。狼でもいるの？幽霊よりもよっぽど怖いやん。物理で倒せるから問題ないよ。問題ないならええわ。なんすか？なんや。角が生えてる？消えた。消えたならただの動物じゃなかったってことか？わからないときは進もう。おお、焚き火？やっと合流やな。誰もいないけどお肉が置いてある。素手で焼くつもりなんか？メモの名前がファイナルノートなのなんか草。残っているのは私一人。寒くなってきました。キャンプファイヤーだけが暖を取れる唯一の場所。それでもトラックの鍵を見つける必要があります。誰もいない。みんなどこに行ったの？いじめか？ドッキリの可能性もある。ま、鍵探すって話やし探そか。小屋見てみるか。さて鍵を探そう。食べ物が温かい。急いで出て行ったに違いない。でもなんでだ？熊でも来たんやないか？さっきも獣いたしね。2番目の小屋の鍵を手に入れたよ。いくつも小屋あるんやな。探そか。ドアちゃんと施錠しろってさ。一応閉めて進もか。てか友達はここまで車で来たんやな。主人公も車で来ればええのにな。帰りは1台の車の中で感想を言い合いたいじゃん。あのトラック多分2人乗りやぞ。友達は何人なんだろう。最低でも2人はおるやろな。お、3番目の小屋の鍵ゲット。開かない宝箱もあったってことを覚えておくな。ついでにリンゴが4個あったことも覚えておくよ。絶対覚えておく必要ないで。てか何の音やこれ。わからないけどボワンボワンしてるね。消えたや。山ではよくある音なんかな。聞いたことないけどな。これを読む人へ。デイビッドはここの小屋に向かう途中で奇妙な焼け跡のついた草を見つけました。彼はそれを確かめに戻りましたが、そのまま帰ってきませんでした。野焼きやろ。野焼きなら奇妙な跡にはならないよ。まさかお友達が宇宙人だとは予想してなかったよ。いや今のはビビるとこやったやろ。ほらなんかされとる。今のは主人公が初めて宇宙人を見たことに対する悲鳴じゃないの。友達がなんかされたんやないんか。奇妙な焼け跡はミステリーサークルのことだったのかもね。帰ってこないならさらわれとるってことか。よろしくやってる可能性もある。なんでそんなに宇宙人に寛容なんや。宇宙語喋れるから海外の人と話すのと変わらないもん。そうですか。エイム。ビビっとるやんけ。音にビビっただけだが。右耳ポシュポシュされてる。鍵あるやん。宝箱の鍵みたい。まだ車の鍵やないんか。鍵を使いたいけど謎の光を追うのも続けたい。お？さらわれたか。綺麗な星空だ。仰向けに倒されただけか。突然の閃光とともにあなたは消えました。はあ。キャトル見られたんだね。そしてあなたは宇宙の広大な空間に漂う統計的存在となり、宇宙の残酷さを思い知らせる悲劇の一例となりました。あなたの物語は忘れ去られ、異星人との遭遇記録のわずかな脚注となり、星々の彼方に潜む恐怖の警告として残るだけになったのだ。終わりかな。死に落ちのバカゲーやんけ。ノーコミュニケーションでいきなり消されるのは怖いね。それじゃ終わろうとするな。まだやることはあるわ。
さらわれる直前に拾った鍵使ってなかったやろ。 UFO を上で待機してたんだ。お、また鍵。鍵しかギミックないんか、このゲーム。プロトタイプだからかな。これからに期待やな。じゃあトラックの鍵だったし車に乗る。友達置いて帰るんかな。いるなら乗せて帰るっしょ。暗すぎるんだけど。暗転して何も映ってないだけやろ。暗転はとっくに開けてるぞ。アドレナリンが体から抜けると恐怖が徐々に広がり始めた。何が起こったのか信じられなかった。なんでこいつ発信しないんやろ。これらの存在は星々からやってきて、その到来は謎と危険に包まれていました。彼らは私たちに何を望んでいたのか、そして私の友人たちの未来はどうなるのか。私たちは彼らの実験のための標本に過ぎなかったのか、それとも人類に対してもっと大きな計画があったのだろうか。結局友達回収せずに帰るんかな。見当たらないのなら仕方ないよね。言うほど仕方ないで済ませていい話か。宇宙人とよろしくやってるかもしれないもん。なくはなくはないかもな。まあ私はイヤちゃんお姉ちゃんとよろしくやるから、じゃあね。これの感想戦を一人でやれと。まあこれがプロトタイプなら期待できるんやないか。できるってことにしとくで。また次のホラーで会おうな。ほなまた。